はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として活動しています。今日はもう年末なので、今年1年を振り返って僕のチャンネルがどう成長したかとか、まあ買って良かったものとか、そういう雑談をしていこうかなって思います。まあ年末の完全雑談会ですね。で、その前に初めて僕の動画を見る人も多いと思うので、僕がどういう写真を撮ってるのかっていうのは下にインスタグラムを貼っておくので、ぜひ見てみてください。あとオンライン写真サークルの方では僕がいろいろ写真をアドバイスしてあげたりとか、公では言えないようなこととかを多々掲載しているので、興味ある人もそれを下の概要欄からぜひご参加ください。いやーもう皆さん年末ですよ。皆さん今年1年どんな年でしたか？まあ、ほとんどの人はコロナにね、影響された年だったんじゃないかなって思います。まあ、僕自身も春先からすごい影響を受けて、まあ、その関係もあってこの YouTube 始めたんですよね。まあ、前からずっと YouTube やりたいって思ってたし、まあ、時間も空いてちょうどいい機会だなと思って、3月ぐらいから定期的に YouTube の動画更新を始めました。まあ、今年の1月に1本だけ動画上げてるんですけど、まあ、結局撮影で忙しくて、まあ、その3月まではほとんどやれなかったんですよね。今動画の本数が約150本ぐらいで、まあ、どんな感じでチャンネルが成長していったかのかっていうのもちょっと話していきたいと思います。まず定期更新を始めたのが3月。で、この3月は18本動画上げてるんですよね。で、桜の撮り方とか、まあ、道東に行ったので、それのロケ動画とか、まあ、結構いろいろ更新しましたね。で、チャンネル登録はその時点で472人。で、視聴回数がトータルで約1万回。で、再生時間が600時間。最初の月にしては結構頑張った方なんじゃないかなって思います。まあ、Twitter とかインスタとか、まあ、他の SNS からフォローしてくれた人が2、300人ぐらいはいたので、まあ、YouTube 単体だと170人ぐらいの登録になるんじゃないですかね。まあ、芸能人とかが YouTube やると、まあ、一気に何万人とかっていくんだけど、まあ、世間一般的な人がやると、まあ、これぐらいですよね。YouTube ってやればわかるんだけど、めちゃくちゃ難しいから、最初の月で登録100人いったら、僕はすごい方だと思います。で、次に4月で、動画の投稿本数はなんと29本。もうほぼ毎日投稿してましたね。で、ちょうど緊急事態宣言が出されたり、まあ、コロナで一番騒がれてた時ですよね。で、今12月だけど、まあ、それでもまだまだコロナの影響ってあるじゃないですか。で、2020年のカメラの最大のビッグイベントである CP プラスも中止になったし、まあ、2021年の CP プラスも、まあ、リアルは開催中止して、まあ、オンラインだけの開催になったんですよね。で、この3月、4月時点で、まあ、YouTube 本気でやらないと、まあ、時代に乗り遅れるなって思ったんですよ。で、この先発信力を持ってない写真家さんに仕事が来ることってもうあんまりないと思うんですよね。で、この4月のチャンネル登録は461人。で、視聴回数が3万回。で、再生時間が2700時間まで増えましたね。で、次の5月も結構投稿頑張って、投稿本数は26本。で、この月の初めにチャンネル登録が1000人達成したので、定期更新始めて2ヶ月弱ぐらいで1000人来ましたね。まあ、投稿した動画はこんな感じで、まあいろいろこの月も撮りましたね。で、5月のチャンネル登録は1568人。で、視聴回数が11万回。で、再生時間が1万5000時間になります。この月はね、少し伸びてくれましたね。よく YouTube で伸びるっていうと、何か一つの動画がバーンってバズるっていうのを想像すると思うんだけど、僕の場合はそうじゃなくて、アナリティスク見せるとこんな感じなんですよ。徐々にちょい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 って上がってった感じなので、何かが一気に突出したっていうわけではないです。まあ、だから何かをバズらせようとするんじゃなくて、まあコツ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 やり続けていくしかないですよね。で、全部の時紹介すると長くなりすぎるので、まあここからは省略して話します。で、6月も結構更新続けて、25本ぐらいは投稿しました。成長率もほぼ変わらず、1000人から1500人ぐらいの間で登録されています。7月からはコロナが落ち着いてきて、また撮影の仕事が忙しくなってきたのもあって、
投稿本数自体は結構減りました。まあ、でも再生数自体はほぼ変わらなかったし、まあ、登録率もだいたい1000人ぐらいでずっと伸びてってます。8月も7月よりかは投稿しましたが、まあ、基本的には7月と同じぐらいの伸び率で、まあ、9月はもともと海外に行くスケジュールを立ててたので、まあ、がっつり日程開けてたんですよね。で、コロナで結局行けなかったので、9月の1ヶ月間は知床でずっと撮影を行っていて、投稿本数は数本だけしか上げれてないんですよね。まあ、それでも成長率はまあほぼ変わらずっていったところなので、まあ、その辺にやっぱり YouTube の凄さを感じましたよね。過去の動画って見られなくなるやつももちろんあるけど、まあ、一回投稿してしまえばエンドレスに見続けられるわけだから、まあ、投稿すればするほど波に乗れるのかなって思います。10月も撮影の仕事が忙しかったので伸び率は横ばいで、まあ、その後もなんだかんだで横ばいで今って感じですね。まあ、でも忙しい中でも結構上げてるので、今トータルで約150本ぐらい動画上げて、チャンネル登録が今現時点で1万200人ぐらいですね。まあ、とりあえず年内1万人目指してたので、まあ、それを達成できたのはやっぱりこうやって見てくれてる皆さんのおかげかなって思います。まあ、YouTube 始める前も写真家としてずっと活動してきたから、まあ、雑誌に載っけたりとかメーカーさんとやり取りしたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、それでもやっぱり YouTube 始めてからの方が圧倒的に声かけられる機会は増えましたね。まあ、去年東京で写真展やったから、またそのうち写真展やりたいなって思ってるんだけど、まあ、それ以上に YouTube の方が明らかに宣伝広告能力はあるので、まあ、その点時代は変わりましたよね。だから過去の動画でも何回も言ってるんだけど、まあ、これから先はオンライン上でこうやって知り合って、でそこから仕事に繋いでいくっていう流れが当たり前になっていくんじゃないかなって思います。で今後の YouTube としては、まあ、10万人とかね、そこまでの域はさすがに目指せないので、まあ来年いっぱいかけて1万5000人とか、まあ2、3万人ぐらいいけたらいいなと思って、来年も更新頑張っていきます。あとね、今年買って良かったものを紹介してほしいって言われたんだけど、この前紹介したカメラバッグかな、三脚とか小物とかレンズとか、まあ、いろいろ買ったんですけど、やっぱりカメラバッグですね。はい、これですね、ロープロのプロトレッカーの 450AW2。 今機材が入ってるからめちゃくちゃ重たいんだけど、 1DK が2台入って、さらに予備で 7D2 の普通の一眼が1台で、レンズは3本入って、まだ空きがあります。今までは分けながら撮影してたんだけど、一つに全て収まると持ち運びも便利になるし、まあ、これぐらい機材が入ると今後機材が増えたとしても、まあ、入るし、着替え持ってったりとかカメラ以外にも入るからめちゃくちゃ便利です。まあ、大きいカメラバッグが欲しいって思ってる人は、まあ、このプロトレッカーの450はめちゃくちゃおすすめですね。ちょっと前のロケ動画で、スノーシュー履いて森の中をずっと歩いたんだけど、まあ、背中全然痛くならなかったし、雪がついても全然濡れなかったので、まあ、カメラバッグの質自体はやっぱロープロだけあってかなりいいですね。まあ、これはね、ほんと今年買ってよかったなって思います。まあ、他にもね、まあ、いろいろ紹介したいものはあるんだけど、まあ、動画長くなっちゃうのでこの一つだけの紹介にしておきます。以上が今年を振り返って YouTube がどう成長したかとか、まあ、今年買って良かったものの紹介でした。今日明日で2020年がもう終わっちゃいますが、2021年も応援の方よろしくお願いします。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもよろしく。あとオンラインで写真サークルもやってるんで、僕に写真のアドバイスをもらいたい人がいたら、下の概要欄からぜひご参加ください。あと北海道で撮影ツアーもやってるんで、僕と一緒に写真撮りたいよっていう人もホームページの方ね、ぜひ見といてください。それではご視聴ありがとうございました。